5分で知る沖縄市。平成19年にエイサーの街宣言をした沖縄市、市内に23団体ある青年会がそれぞれエイサー隊を持ち盛んに活動しています。エイサーの街のキャラクターも誕生、その名もエイボーとサーちゃんです。街の中はエイサーにまつわる装飾であふれ、まさに街中エイサー一色です。6月頃から9月頃までは暑い暑いエイサートップシーズン、毎週末どこかでエイサーのイベントが開催されています。沖縄ロック発祥の地である沖縄市。ベトナム戦争の頃、沖縄市のミュージシャンたちは日々米兵を相手に激しい演奏する中で、本土ともアメリカとも違うロックンロール、沖縄ロックを生み出しました。音楽の街を支えているのがミュージックタウン音市場です。ホール、スタジオ、音楽広場を備える音楽のための施設、このミュージックタウン音市場を中心に街では音楽イベントが目白押し。民謡酒場やライブハウスも充実しています。沖縄市では年中いつでも街のどこかで音楽が鳴り響いています。戦後コザと呼ばれ、嘉手納基地の門前町として栄えた沖縄市の中心街。アメリカからさまざまな影響を受けつつ、沖縄の文化と融合させて独特なチャンプルー文化を生み出してきました。基地のゲートにつながる道はコザゲート通りと呼ばれ、米兵向けの店やライブハウスが連なっています。ドルで買い物ができる店も多数、食文化も影響を受けていて市民のソウルフードとして親しまれています。現在はアメリカ人だけではなく、フィリピン人や中国人などアジア系の人々も多く住んでいる沖縄市。人も文化も国際的な街です。国際イベントも開催されています。子どもたちのための国際演劇フェスティバル、キジムナーフェスタやセントパトリックスデーなど、沖縄市ならではのチャンプルーな空気がイベントを盛り上げています。300年以上もの歴史があると考えられている千葉な花織、2012年に国の伝統的工芸品に指定されました。近年では反物だけではなく身近に使えるグッズも展開して普及を図っています。同じく古い歴史のある芸能、千葉な薄デーク、千葉な花織の衣装をつけ太鼓を叩き歌いながら円を描き舞う女性の祭り。2012年には琉球王国時代の競馬馬原制を沖縄市で復活させました。走りの美しさを競う馬原制、ここでも千葉な花織の衣装が活躍しました。その他、記録作成等の措置を講ずべき無形民族文化財として国から選定を受けている合わせのチョンダラも沖縄市で受け継がれています。沖縄市はその温暖な気候と豊かな環境を生かしたスポーツ交流の街としてスポーツコンベンションシティを宣言しています。施設が充実しているだけではなく、
特殊な専用機器も導入し、スポーツ合宿などの受け入れ体制も整っています。熱いエーサーがあり、音楽があふれ、伝統文化を目指す沖縄市、沖縄市にしかないチャンプルー文化を味わってください。